はい、どうも。お疲れ様です。さあ、今日の動画面白いよ。理想建設。理想さん。あの新しい協力業者というか、まあ、専属でやっとると思うんだけど、まあ、うち専属しか入れないよって基本話して、まあ、それで今塗り替え道場やってみたいっていう話で、はい、リチュもしてて、あ確か俺もあんま俺は直接知らないんだけど、はい、なんか前こうやって片手運転してたら絶対下で手つないでるってコメント言ったよな。本当ですか？全然ここでこいつしてこいつしてここでお前とこうやって手つないでどんだけ強いやつなのバカやろ。撮影中まで撮影たったお前しかも撮影中までってお前撮影じゃない時お前と手つないでるような感じ言い方するのやめろよお前、はい、なんでそんなお前社員と俺が手つないでる絶対に手つないでるっていうなんかコメント欄入ってってそういう発想になるって確かにすごいなと思って逆に俺とお前がそういう関係って思うんだよね。で今日は新しい子がまあ入ってきてくれて1物件2物件なのかな。で俺たまたま今回行くのはさなんで今日撮りたいかなって言ったら、はい、俺の知り合いがクロス屋さん、はい、で、北山美曽っておるんだけど、はい、同級生のクロス、まあ、うちクロスめっちゃ綺麗だからその子、はい、いつも絶対そう俺は指名で頼むんだけど、はい、そこの紹介で、まあ、たまたま老人ホームじゃなくてなんか介護施設みたいな感じかな、はい、ちょっともうよう分からんだけどそこの塗装頼まれて見積もりは行ったんだよ初回だけで物件は見てない、はい、物件はあのボスがやってきた元ボス、うん、が見積もりも全部作って俺はまず初回だけ顔だけ挨拶行って、はい、まあ、あとはうちの社員に任せますんでって息子がと一緒に会社やっとんだけど、はい、息子をもうこっち専属で任せるとはあ塗り替え道場一本で行くと、はい、ちょっと勝負してみて親父さんにも会ってめっちゃイケメンなんだまたお父さんが、はい、で息子もイケメンなんだわ、はい、でまあ、うちもやってながら専属的にもともとのお客さんもおるわけじゃんそんなにしっかりした会社だからそうですね、うん、だからもう息子専属にするからみたいな感じでへえやり始めて、はい、結構評判いいらしいわあそうなんですね、うん、新生現れるはいお疲れ様でーすはいもはやもう終わりがけ、はい、もう終わりがけあー目が強いですはい安全帯は監督の安全帯みたいなの取ってつけたみたいな安全帯そうです取ってつけただけです取ってつけた安全帯怒られるなもうほぼ終わっとるやんわあ終わったとこだはいあと掃除とライン引きだけですはいはいイケメンイケメンじゃないですはいどうはい塗り替え道場結構頑張ってるらしいじゃん頑張ってますだからあれだね親父、はい、さんがもともと川合君とつながっとってはい、なんであれ知ったの河合くんは親さんと繋がったよね北野さんとあ河合さんの北野さんだはいそうですああそうそうあの YouTube やってるよね北野さん、はい、めっちゃいい仕事してる屋根屋さんですよはいで結構仲良くさしまとってその人がもうめっちゃいい塗装屋さんおるよって言って親父さんを紹介してくれてで僕が今年から一人で、うん、もうでうち専属でやってくれよみたいな感じだったんだよねそうですはいなんでまあじゃあ息子のが会社名なんだ一応味噌嵐にしてます味噌嵐はいあもう独立もしたのあしました会社から一人で来てるわけじゃなくて、はい、味噌嵐はいちょっとダッサダッサなんで嵐なの僕がランって言うんでなんか大橋味噌とかだと、うん、ランって何乱れるのないや嵐って書いてランって読むあ下の名前がはいそうです珍しいおしあ珍しいかっこいいやんおいかっこいいよマジ恥ずかしいっす恥ずかしい恥ずかしいカメラだとこんなに違うんだって俺が、はい、どんなテンション上げてくるやんこのおっさんって、はい、初めてだった時ない、はい、いくつだった今年24です24やね、はい、若いですよねお前年何歳やお前何歳やお前今年26ですしっかりせんげいはい頑張ります顔隠しとる場合じゃねえぞお前、はい、頑張ります顔隠しとる場合じゃねえよ、はい、あ24かどうやらしっかりしとんな、はい、あ、ありがとうございますいやめっちゃいい噂立っとるよめっちゃいいでお客さんめっちゃ喜んでるらしいじゃんあ、ありがとうございますだってここなんか俺の知り合いのところ、まあ、俺の知り合いだからいい職人さん入れるわけじゃないけど、はいまあ、きちっとやってくれよって絶対にクレーム出んようにって、はい、頼んで名前を打ってるなあ、ありがとうございますまあ、名前は嵐だし顔がっこええしやろごめんな、はい、カメラ回ってると言うし、
あ、ハンマーで頭叩くの嫌だ。いやいや、じゃあこれ絶対両手がさ埋まっちゃってるもんさ。僕いいっすか、頭叩いて。あ、いやいやいや、いいっすか、俺の。はい、いや、これ本当に夢だったんで。来いよ、いいっすか、いいっすか、いいんや、分かっとうな、すいません、分かっとうな、はい、すいません、分かっとうな、はい、ありがとうございます。まあ、待って、いいや、ありがとうございます。いいっすか、興奮してきます。いいよ、ちょ、危ないです、こっち行ったらいいや。はい、俺さっきカランドールでさ、落ちそうなよ。結構ハンマーで頭叩くの夢だったんで。うそ、はい、もう表流してや。はい、ありがとうございます。さあ、24歳、はい、年が下のやつに偉そうな小林でした。でも、こんだけの何人で入った、今日たまたま最後今日は、あと2日ぐらいで、ずっと何人で入った、4人、3人です。あ、で入っとって、はい、あ、でも今日仕上げだもんね。はい、なんで今日は1人で。はぁ、はい、これ結構大きいね。結構大きかったです。で、今日はもう何やっとんの。今は掃除がメインです。掃除がメイン、はい、掃除っていうのは、あの人が想像してるの掃除じゃない。掃除って思う、ね、何やるのが掃除。サッシとか養生するんですけど、うん、どうしてもこういうふうに、うん、どこなんだろう、はみ出ちゃうんですよね。ああ、こういうのね。はい、なんでこういうのもまっすぐ、うん、テープ貼って、うん、塗ってこうまっすぐライン出すっていう感じですかね。だってこれだけ細かいことやるんだよな。はい、要はこういうのをちょっとしたもんこうやってこういうの掃除、まあこれトレーじゃない、あ、はい、これも掃除しようかな。はい、でこういうのを全部掃除っていうのね。そうです、ちょっとシールのひげみたいなのがついてるとか、はい、まあ、そういうのを、だ一般の人によく営業がさ、はい、いや最後1日ぐらいは掃除かかるんでって言うと、はい、掃除ってお客さんに言われるの、はい、で掃除っていうのは最後の総仕上げだよね。そうですね、うん、ちょっと汚いところとか気になるところちゃんと筆とかハケでちゃんと拾ってそうですねやるってことでしょ。はい、おお、ちょっといけねえや、まあまあな。どう、こういう年下どう。私年下NG、 お前偉そうじゃねえよ。私年下 NG ですって。親父さんはかっこいいよな。あー、なんか男前ですね。うん、はい、負けとる。全然負けてます、僕自分で思ったことないんで。いや、言うわ、もう嵐嵐イケメン嫌いなんだよ、これ。あ、そうなんですか。うん、そりゃそうだろ。俺よりかっこいいやつ全員死ねえと思ってる。いや、ほとんどめちゃくちゃやんけ、お前。それはほとんどや。ほとんどは死ね、生きとるよな。いや、ほとんどいないけど、はい、ほとんどいないけど、まあ、稀によりは俺よりかっこいいやつ。お前声出さんと釣ってねえから別に反応出さんと。そうかな、はい、ね、二階堂の仕事だってどう。まあ三現場やって、はい、まあ、こんだけ評判出とるけど、はい、実際に自分でやって、ああやっていけるかなっていう感じなのか。全然やってきます。あ、本当、はい、もう結構細かい営業。そうですね、細かいです。そう、はい、でそう、はい、いやいや、それでもいいことだよね。そうですね、営業と、そうです、ね、こんだけいい職人さんでもやっぱ外からの刺激ってまた違うんじゃない？はい、違います。プランナーとか一般の人っていうか、はい、一般じゃないけど、はい、管理とかどういうとこ細かい？どういうとこ指摘されたこととか。あ、でも他の、まあ、ちなみに一つ言っとくけど、はい、お前ネックレス禁止だぞ、うち。あ、そうなんですか。トリミドル、お前引っかかったらどうすんだよ。すいません、じゃあお前いいかな、俺今偉そうにする僕かっこいいですか？どうですかね、僕かっこいいですか？顔あんまり顔あんまりがいい、あいつ。はい、やめてもだろう。はい、あいつ舐めてるだろう。いや、全然アリアリですね。アリ、はい、アリです。ありがとうございます。全然アリですね。はい、お前、好感度まで上げようとしやがってもね、やろ。どうも、かいです。嘘、じゃあどういうとこ細かい、はい、やっぱ工程とかが結構毎回その報告しないといけないんで、他のとこだとそういうとこがあまりないじゃないんで、そんなに、あ、今日はここまでやりました、何人入りましたとか、うん、他のとこだとあまり教えなくていいとこばっかなんで、うん、そういうとこちょっとしっかりしますよね。あ、本当。はい、あ、もう逆に言ってないじゃん、なんでこんなこと言わなかったって。いやなんかわかんのぐらい教えてって。あ、そんなある。いや、そうですね、毎日、うん、はい、その今日やった、うん、ここまでやったっていうのを書いてもらってるんで、チャットに。ああ、そこまでやらなかった。あ、それはね、お客さんに営業も管理も報告するのかな。あ、まあ、まあ状況確認で工程遅れ、次の工程があるでなとか、はい、遅れたらやらないことだし、遅れるやつもだな。はい、めんどくさい。いや、全然めんどくさいと思わないです。言っちゃえよ。はい、可愛く見てるから言っちゃえよ。いや、やばいっすね。言っちゃえよ、24歳本当にイケメンだな、高青年だな。はい、もういいじゃん、いいじゃん。あ、はい、ちょっとここ高いから、俺、はい、ちょっと上登ってあげようと思って、安全帯もしてきたけど、はい、ちょっと怖いよ、これ。シート張ってねえし、確かに俺こんなもんとしてこうやって両手で怖くしてくる。笑い方ですごないです。捕まれへんやね、俺ってな。こうなってるもんね。こんなお前ピコンマーここさ上登ってて落ちちゃえねえことなんだ。確かに。このまた現場、次の現場どこ決まってんの。次は大垣ですかね。大垣
崎、はい、春日山商店だったんじゃん。あ、そうです、松井さんの。マジか。はい、家どこだ。家は北名古屋です。あ、こっちまで来とんの。来てます。はい、小杉で別でくれって。いやいや、川合さんなんか3現場ぐらいでこいつやらそうにしろよ嵐がやらそうにしろよ川合さんボス嘘。はい、いいね、いいね、結構いいね、はい、喋れそうだし。いや、結構頑張ってます。いや、今、まあ、俺人見知りなんで、まあ、慣れじゃない。はい、そうですね。まあ、1回目でこんだけ喋りゃいいと思う。ありがとうございます、うん、また親父さんも出てくださいよ。親父も来とんの。たまに来てます、はい。あ、こっち来とんの。あと弟も一緒に入っとんの、はい、おお、いいじゃん、いいじゃん、家族で出てくれたら。はい、いい、親父さん出るから。でもあ、多分あ、モザイクありですかね、多分。いや、もうそんなの無理や。あ、じゃあモザイクなしでそれを任せるぞ、話、はい、任せてください。話に任せるぞ、はい、ダメですよ、お前ぶち切るぞ。海君に電話していいぞ。 あそこ切ろうか。嵐も切ろうか。いやいやいや嘘、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ視聴者皆さん、はい、二階堂氏もね、最近マジで本当にまたいい子が増えて、なんか仕事も本当に増えてきたんだな今。そうですね、結構今営業の方も頑張ってくれとって、はい、仕事も増えてきてるんで、こうやってね、また、まあいい。で、まあ本当に今年入ってからだもんね、はい、入りだしたの。こうやって面白い子たちも増えてきてるんで、はい、ぜひまた、なんだろう、見に来てくださいって言うのもおかしいけど、また見ちゃってください。チャンネル登録いいね。あ、まあ、それよりも、じゃあ一つだけ宣伝させて。はい。あの、外気塗装のマッチングデートの、お前あれやるんだよ。うち専属だからな。はい、お前さんの方でやるのいいけど、はい、外気塗装のマッチングって今やってて、はい、本当にまあ今、全国的にもマッチング、外気塗装のマッチングサイトっていくらでもあると思うんですけど、まあ、基本的にはもう 20% から 30% って言われてる業界だから、あの契約手数料だけで 10% だけど、あの何紹介手数料とかもいっぱいいろんなやつので取られて、結局 20% 30% 取られるんじゃねえかっていうのが業界のまあ悪しき習慣だから、マッチングでまあ 5% ぐらいのサイトが作れればなと思ってますんで、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いします。まだ見てねお前何好感だけど、お前こんなにさあちょっといいからさあ俺の実験があるよってな、24でお前すいません、俺のお前、お前俺だよお前、お前お前